い、どうもチャースレオシグです。本日の動画は今年の十二支といえば、まあ牛年の次なんで虎年じゃないですか。でガンダムの虎機体といえばやっぱり砂漠の虎のラゴじゃないですか。撮ったわけなんですよ、年末に。なんとですね、元旦に二人負け出ましたね。はい、ということで、うちで多分三本目ですかね。はい、本日の動画はラゴになります。いや、あんなに撮るとは思わないじゃん。いや、なんかさ、あの去年俺確か牛年だから、まあ牛っぽい機体っていうのなんかあんま思いつかなかったから、ハイペリオンのさ、あの突撃のあれがちょっと牛に見えるっていう感じで牛で撮ったんですけど、誰も撮ってなかったから牛ネタ。あー、多分今年も多分ラゴ俺だけだろうなーなんてニヤニヤしてたらね、3人目っすよ俺で。意味がわかりません。はい、ということで本日ラゴなんですけど、ちょっとね、俺のラゴね、あの自分で言うのもなんていうか人に言われて気づいたんだけど、ちょっとうまいかもしれません。てのもね、まあ、ずいぶん前なんですけど、まあ、ラゴー全一のレプリカさんいるじゃないですか。レプリね、昔ね、結構真面目に褒められたことあるんですよ。あの、結構の、レプリってね、俺の動画来て全然褒めないんですよ、実は。あの、何かと褒めかな、褒めるときも、うわ、それっぽいなーとか、うわー、なんかうぜー、みたいな、それしか言わないんですよ。でもそんなレプリがね、ラゴーだけはね、結構真面目に褒めてくれたんで、割と今回の視点、自信があります。まあ、自信があると言って撮影に2時間半かかりました。はい、ということで、お楽しみください。十二支なー、いや、意識したことはないけど、いざ YouTube とかやってみると割と意識するんだよな。ちなみに俺はうさぎ年です。はい、ということで見ていきましょう。サゴは S 覚醒で追い回しながら、先ほど覚醒技を決めていましたが、覚醒技は前作、あ、違うな、マキオンからエクバツに移行するときに変わったみたいですね。ちなみに俺は、あの、昔の覚醒技の方が好きだったりします。あれだね、バクーが相手食い殺すやつだね。さあ、といった感じで、ここはスタインの方詰めていきながら、結構ムーブしっかりしてない我ながら。いや、あのね、ラゴーはね、ちょっとっていうか、まあ、ずいぶん前にね、あの、一回持ち機体として練習したんですけど、まあ、星5ぐらいで折れたんだけど、まあ、そんな感じで結構乗れたりします。あと、地層機体自体はそこまで俺得意、不得意ではないので、まあ、そこら辺で結構乗れるんですよね。さあ、ここは一回スタビルの方はなんとかさばいていくんですけどね、この対戦相手、スタインなんですよね。あのね、スタインがまあきついんですよ。あ、ちなみにこれ、新規アシストです。なんかね、今作からついたね、バクーがミサイル撃ってくれるんだけど、最初見た目めちゃめちゃ強そうだなと思ったんだけど、いざ使ってみると、あ、まあってもなくてもいいなみたいな、そんなアシストです。じゃあ2試合目いきましょう。虎年か。ねえ、今年は虎年だからね、まあラゴーがいてくれてね、正直助かりましたけど、去年のね、牛年をハイペリオンで乗り切ったのも結構偉かったと思いますけどね。で、ちなみに来年はウサギで、もうウサギもウサギでネタ困るんだけど、あの、ちなみに猿年はですね、なんと、6年後なのかな、多分。ね、牛、虎、ウサギ、タツミ、マ、羊、猿、そうだね。6年後ぐらいですね。6年後までガンダム勢の年が来ないと思うと、6年後、いや、多分ガンダムね、なんだかんだね、6年後まで続いてるとは思うけどね。どうなんですかね。はい、ということで、じゃあ3試合見ていきましょう。あ、2試合目かな。見ていきましょう。対戦っていうか、フォンファルトレギレスの編成ですね。ちなみに、このキャラ、今の環境流行んない理由よくわかりました。あのね、こういうオールレンジ武装がマジできついっすね、ラゴは。本当に。あの、前額で飛べるとは言っても、例年、あの、こういうオールレンジ武装強くなってきてて、まあ、今作、まあ、てか前作からファンネル自体がかなり強いんで、そういった意味でね、こうやって蹂躙されることが多いです。ちなみに、今、環境系ではレギレスとか、あとカバカーリとかはマジで辛かったかな。まあ、そこら辺カップルとやっぱ結構似たり寄ったりなんだよな、同じ早期だから。さあ、といったんで、ここが一回寝かされてしまい、覚醒でやり返してえなという感じではありますが、フォンファルね、このキャラどうやっておうかな。このキャラね、あの、追われる展開はまあまあまあ、ダブルロックじゃなきゃ割と、ね、きつくはないんですけど、どっちかというとこのキャラが追う展開がね、まあ、本当に追いつかなかったよりきついなってのは感じましたね。さあ、これ覚醒して、覚醒中だけこのキャラマジで最強キャラなんで、しっかりここは寝かしていきながら、レギレスの方にメインやって、ここは入れ込みの隠し技ですね。まあ、前の隠し技の方が好きとは言ったけど、こっちの隠し技の方がなんだかんだ強いような気がします。こんな感じでちょっと見られてる場面でもちゃんとカット体制機能してくれるんで。まあ、こっちの方が実用的なんだけど、まあでもやっぱね、あのね、犬がね、相手のこと食い殺してるのみんな好きだったんだよな。いや、それサイコパス的なじゃなくて、なんかあの挙動の犬が可愛かったんですよね、バクーたちが。じゃあ3試合目行きましょう。はい、まあそんな感じでラゴを乗り回していたら対戦相手にトーマが来てしまいました。あれですね。レプリカトーマのあれ、GDP で俺が優勝した時の決勝の相手のブルディシーの方ですね。はい、まあある意味ちょっとね、エモい対戦相手であるんですけど、彼らのタッグ名がね、犬の散歩だったかな。犬の散歩なんだけど、この対戦全然犬の虐待なんですよね。首にリードをつけてジャイアントスイングされてる気分でした。はい、じゃあ見ていきましょう。
まあちょっとね、まあラゴブルシーにちょっとエモいからあえてブルディスニーの方多めに見てるというか、まあ強いて言うなら隣のピーセルフ誰も見合いたくないんで、まあちょっとね草取り屋の方に任せてやろうかなって感じですね。さあこれ CS 片方ヒットなんですけど、ダメージ見てください。あーなんか3ミリぐらいですね。まあ多分60ダメぐらいなんじゃないかな、真面目に。結構マジで減らないんだよなこれ。さあここも CS 当たったんですけど、片方あれ片方ヒットってもうよくわかんないよな。さあそのままここは一回 P セルフの方寝かせてあげて、そのまままあブルディスニーの方攻めていくっていう感じなんですけど、ブルディスニーがねこうやって上行くとねもう何もできないんですよ。でちゃんとね僕ね中堅なんで飼い主が降りてくるまでちゃんと待つんですよね。まあ、ちょっとここで待ちきれずにね、行っちゃったんですけど、尻尾振りながら。で、尻尾振りに行ったら爆弾とか投げつけられたんで、ここはしっかり逆襲していきながらと。さあ、飼い主とじゃれ合いながら早く降りてこいよと、ワンワンワン。あ、ってか、あれだね。今回の動画の趣旨破綻してるね。本当はトロなんだけどね。まあ、いいや。さあ、ここはメイン差し込んだんだけど、全然届かずですね。さあ飼い主の方にいじめられてここは一時落とされていくんですけど、まあ草取りは落ちてたんでよしとしましょう。さあこのまま、まあ、ブルーリスにどうにか減らしながらどっかでついでに P セルフも減らしてなっていう感じで、ここは虐待されかけたんでしっかり盾を仕込んでいくと、こういうところはしっかりできます。割とソースは本当にしっかりしてんだよな俺の顎。さあブルーリスの方行きつつ、まあちょっとここね相方が辛そうだったんで一回助けてあげるんですけど、見てくださいこのラゴーの届かなさ、あと一歩届かないんですよね。ちなみにあと こいつのね今作の変更点で前学徒がバウンドじゃなくなってるんで、いろいろゴミです。さあここなんとか飼い主一回落としていったんで、これはまあ P セルフ落としていきたいんですけど、あまりにも届かないですね。さあ届かない思い、ここは一度 S 覚醒で相殺させていくが、ここは一回アルキンの方に阻まれてしまった、相方が落とされてと。さあかなりきつい状況で、ここで一回ブルリシーのお見合いしていく感じですね。さあブルリシーのちゃんと中堅は下で待っている。さあ飼い主がなんかビッコ引いてるんで、ここはちょっとね中堅としてもね大丈夫かな飼い主って感じで、目の離せない状況ですね。なんだこの状況マジで。ちなみにあれ一回一回誘導切ってるんで、単純にラゴーが手出しできなかったっす。さあなんとかここ一回寝かせていって、飼い主さんビッコ引いてるな、一回寝てくださいと。さあ置き攻め仕掛けていくんですけど、あいつすぐ上に逃げるんですよね。上に逃げられたらラゴなんもできないですよ。さあここはなんとか、ここは一応ラゴがピースルフを落としたいんだけどね、なかなか飼い主が離してくんないんですよね、リードを握る手を。さあここでなんとかピースルフが落ちたんで、チャンスとか思ったら相手のチャンスでしたね。バリバリ無理でした。はい、っていった感じの3試合目でした。この試合ちょっとね、試合内容が面白かったんで採用しました。じゃあ本日ラスト見ていきましょう。虐待なんだよな、これ普通に。はい、じゃあ本日ラスト見ていきましょう。てかこいつもなんか虎じゃなくて犬にしか見えなくなってきた。対戦相手がスタビルとオーベロンの編成ですね。オーベロンめっちゃ暗黒使ったっす、ちなみに。じゃあさ、これさ、マジ CS の方多い人安くないですかこれ。なんかスタンにした方がいいんじゃないですかね、これ。まあ、スタンにしたら怒られそうですけど。さあここはしっかりね、ムーブはできてんだよな、本当にムーブできてんだけど、やっぱね動きできてても勝てないキャラっているんだなって、やっぱ動画投稿やって本当思い知らされるわけなんですよね。さあここはね積んでます、オーベロン。本当に特に強化中、まあ、てか通常時追えないんで、まあじゃあ強化中ちょっと手出そうかなと思ったら強化中も追えないって、強化中だんだん殺されかねないんで、なかなかオーベロン触る機会がないんですよね。まあ、かといってスタビル行こうとしてもこのキャラ基本的にまあ実弾武装がほぼないんで、アシストぐらいかな。なんでスタビルのね縦に座れちゃうから結構相性よろしくないんですよね。さあとか言いつつもなんだかんだまあ体力は残ってるんだけどっていう感じですね。まあここは一回スタビル行くのかな。オーベロンは絶対追えないだろうし、なんかね本当に動いてるだけなんだよな俺のラゴは。いやね弾の当て方とかないんすよねこのキャラあんまり。さあここはなんとかスタビルの追いつきてんだけどな、追いつければ弾が当たる、追いつかないと弾当たりません。あとはまあこんな感じで CS の片方ヒットを繰り返していくしかないんですけど、きついっすね本当に。さあ5位か S 覚醒で、 S 覚醒中はサブメインを繰り返せばほぼブースト無限で動けるんで弾をばらまきつつ、まあ、ここはしっかりそれでね削っていくと。さあそのままなんだかんだ相手の体力削れて、こっちの体力が削れてないんで、まあアクシャドリアが一回犠牲になってるんですけど、まあこれオーベロン減らせれば上々かなっていう感じでやってますね。さあ一応ここはラゴーのねワンコロムーブでなんとかなんとかさばきながら、ここはオーベロン行く感じですかね。さあメイン当たって、ここはお互い相打ちになったんですけど、このキャラ体力のコスパが非常にいいんで、ここはまあ勝ちでしょう。さあそのままオーベロンの行くんすけどね、グリープスの呪縛はねダメですよ、動物愛護団体に訴えられますよこれ。
さあここは CS 狙っていったが、これは当たらず一部ブースト回復をしつつ、なんだかんだマジで上手くない、上手いんだけどさ惜しいんだよな。さあここはオーベランの方を追いながら一度スタビリに落とされてしまったんで、まあ、相方に耐えてもらいつつ体力数値が心配ですが、さあここはオーベランをどうしても追っていかないといけない、それが俺の宿命。さあ壁際に追い詰めながら、どっかで落としていきたいわけなんですけどね、なかなか追いつかないのが現状です。さあオーベランの変形一発でめちゃめちゃ距離取られるのが辛いところですが、どっかで CS ねじ込めればいいなって感じで結構 CS は多めに打っていますが、そんな感じで時間をかけていたら相方が落ちてしまった、これは非常に危うい。だがそう相方が落ちたね、あれでこちらの覚醒が溜まったんで、どうにかここでオーベロン落としていって、このまま立て続けに落としていきたい。こちらゲロビもらいますけど、そんなの気にせずもう行かないといけない。さあこれナックルもらってしまって、一応体力的に問題なかったけど、あれ普通に300吹っ飛ぶんで若干危なかったですかね。といったことでラスト相方が決めてくれて試合終了と。はいといったので今回ね、俺のトラドシラゴ、結構うまかったと思うんすよ動きは。はい、じゃあ2行きましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。ラゴーちゃんね、頑張ったんだけどね、トラ年だからって張り切ったんだけど、やっぱねキャラパなのかな、こればっかりはね。レプリも全然乗ってないですからね彼ファルシアボットになってますからね今。はい、という感じで、まあラゴーでも強化来たらバカ外役なんで、このくらいで調整しといてくれると助かるんですけどね。はい、という感じでご視聴ありがとうございました。ラゴーでした。次回の動画も楽しみに。バイバイ。